グレートバリアリーフ衛星写真グレートバリアリーフ海洋公園はグレートバリアリーフ海洋公園法によってグレートバリアリーフの一部を海洋公園として保護した地域のことであるユネスコの世界遺産として保護されたグレードバリアリーフは約3487万ヘクタールの海域を有しているがこの海洋公園では クイーンズランド州の島所部が保護されていないため、約3312万6500ヘクタールの海域を保護し、グレートバリアリーフ全域を保護していない。この海洋公園内では、釣り行為や自然の造形、魚、サンゴ、貝などを持ち去る行為を厳しく制限し、商業船の航行も周辺の生態を傷つけないように決められたルートを、 通らなければならないという厳しい規則を設けている。この公園の管理は、グレートバリアリーフ海洋公園局が行い、グブランパは、公園内の制限された区域の利用に関する、利用許可証の発行から、公園内の港の管理まで、多種多様な業務を行い、公園を管理している。グブランパの財源の一部は、公園利用者の入場税1日たり4.50。 オーストラリアドルで成り立っているケアンズセクションのエイジンコートリーフ。ありがとうございます。